まさかの体験版4本目。皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。ピクミン、ほう、デモ版、今日もやりましょうか。さて、現在ね、このレスキュー隊を救助するという任務。ね、ちょっと意味がわかんないですけど、レスキュー隊、オリマーを助けに来た、オリマーが救難信号を発して、レスキュー隊を呼んだんですけど、その救難信号を呼んだレスキュー隊も遭難してしまって、その人たち全員を助けに来たのが俺です。はい。というピクミンの物語ですが、今回も進めていきましょうか。はい。さあ、前回ね、ここ、氷ピクミンっていう新しいピクミンを仲間にしたので、ちょっとね、その氷ピクミンと一緒にいろいろ冒険していきたいなと思います。ビーグル号から離れてきましたね、っていう。ねえ、大丈夫なんでしょうか。よし。ちょっとみんなで攻撃しまくって、キャッピー倒しながら。まあ、ちょっとずつ進んでいきましょう、これ。ここもなんかある。ぶっ壊せー！よし。ご苦労。何ここ。なんかどこ行っていいかは全然わからん。これも、とりあえず。はい。はい、ぶっ壊せー！なんか出てきたー！これ何これ？ボール？何これ本当に。桃？桃か？フルーツっぽいな。桃っぽいな。ビビった今。大丈夫？ピクミン生きてる？ピクミン大丈夫？ピクミンは生存？ピクミン生存大丈夫？マジ焦った今。大丈夫？襲われないかな道中で。俺それだけ怖いよ。みんな無事でいてね。はい。これっていけるかな？お！どう？道ができた！さあ、ピクミンたち使ってどんどん行きましょうか。さて、もう順路わかんないのでノリで行ってます。やべえのいる。あれ怖いからちょっと後にしよう。でかいジャンプはちょっと怖いな、さすがに。よし、全部やってやれ。みんな手伝ってあげて。ねえ。オッチンを手伝ってあげて。オッチンファイヤー。よし。植木鉢の土をどかした。いいね。よし。あ、お宝回収ナイス。じゃみんなで運ぼう。よし。これどれぐらい？これ結構大変だな。壊すの。いけそう？これも。運べる？銃ってやばいでしょ、銃って。ねえ。これみんなで運ぼう。一旦帰るか、みんなでこれ。なんか、大変だし。うん。資材でも運ぶ。うわ、なんかちょっとめっちゃ怖いな、敵。敵多すぎるって、ここ。で、一旦戻るか。何これ？あ、卵か。あ、大地のエキサー入ってたやつだね、これって。資材が入ってたわ。おーいえーい。おーいえーい。4体しか残ってね。なんかみんないないんだよな、今。みんななんかいなくなっちゃったから、ちょっと一旦帰ろう、これ。段取り悪いって。こういう時もある。あー、ごめん、君たちはそのままいてくれ。うん、大丈夫、大丈夫。よし。ちょっと次、ルート変えるか、一回。いや、あそこのなんか野球の、ボールちょっと欲しいとこではある。星見あるよね、星見。よし、ちょっとみんな行くよ、ちょっと。あそこ、え、登れるこれ。登れないよな、ここ。この段差も登れない？俺は辛いよ。水場になってますね。これ、行けないのか、ここ。木なので、ぐるっと迂回しましょうか。あ、ダメなんだ、ここは。ちょっとごめんなさい。戻りましょう、これは。そこも登りたいんだけどね。野球ボールのところ。よし、みんな行くよ。はい。さあ、30体のピクミンと、おー、なんか途中で運ぶの諦めた跡があるけど、大丈夫これ。よし。えらいの、オッチンよく戻ってきた？いや、みんなえらい。みんなえらい。なんで途中でみんな、直すの諦めちゃったの？ねえ、かわいらしいやつめ。よし。じゃあみんな行くよ。よし、改めて30のピクミン連れて行きましょう。やばい、お昼だー！あそこにめっちゃ赤い丸ある。あれ何？剣玉の丸？なんだろうね。うわーお。え、敵倒したら取れるかな？行ってみるか、一回。ちょっと、やつ倒しに行こうぜ。ねえ、赤い丸。赤い丸、デカ丸取りに行こう。ここなんか何これ？これ巣みたいにある。何これ？入れ、みんなで入れ、みんなで、全員入れ。穴の中に？え、みんな、オッチンも入ったけど、なんもなかった。縦穴掘り終えた。ちょっと待って。今から俺敵戦いに行こうと思ったんだけど、いきなり戦力半減。
ても大丈夫。突撃やばい、みんな帰ってこい。あぶね、赤いコラで行こう。赤いコラで、よし、赤いコラで戦えばいける。焼けない焼けない焼けない、木に強い。赤ピクミンは強すぎるってやつ。おい、あれ取れないな。みんなちょっと行くよ。よし、え、取れない。ちょ待って、キーピクミン呼んできて。キーピクミン届かんわこれ。え、黄色ピクミン探しに行かなあかんわ。おるんかな、キーピクミン。ねえ、よしゃあない、ちょっとこっち行こうか。資材もだいぶなんか集まってきたけど、資材何に使うんだろうな。まだ使い方は分からん。そうだ、あそこにね、いっぱい行くとこあって、もう吐きそうになってきた、みんな。ねえ、でかいやつ倒そうぜ。これ食われて死ぬかな。これ9体しかおれへん。ここ寝とる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 、行くぞみんな。でかいよ。原生生物が動き回ったりするとロックオンが外れやすいですよね。その時のためにしっかり狙い続ける心得がある。何何、心得教えて。40もいないけど、 ZR で固定すれば狙い続けます。正しく相手を狙ったりするときは動きながら投げるのが楽になりますよっていう。え、ロックオン機能使います。ちゃんとでかいやつ戦いをしましょう。行くぞ。ブーン、小さいやつの親玉が手ごとです。いけ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 、みんな集まれ。一回突撃。いや、空振った。あ、おとりだった。おとり、ありがとう、おとり、ありがとう。頑張れ。よっしゃ、勝った。危なかった。誰もやられてない。よくやった。それからも調子して頼む。ちょ、高いとこにあるお宝多いって。なんでこんな高いとこにしかないんだ。え、高いな全部。やはー、届かないか。届か、許して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 。残念ですが今運べない。これはまた後日とかなのかな。この多分黄色いピグミンがね、どっかにいると思うんだけど、このピグミン探さない限り俺たちに未来はなさそうですね。ピグミンちょっと連れてこないと、こっちの先不安なんで、ちょっと連れてきますね。いや、これだけ運んでもらおうか。これ段取り、段取りよく行こう。段取りよく任せて。俺段取りマンだいだら。ここなんか道つながらねえかな、どうにかして。ねっ、これって建築物では、一体誰が。でも完成してないです。どっか利用できたらよかったんですけど。あ、これ資材使ってじゃないのねえ。資材でなんとかできたらいいんだけど、資材はまだ利用方法が分かりません。悲しいですね。え、ジャンプとかないもんな。ね、ピョンピョンって飛べたらいいんだけど。俺さ、オッチン体力無限かなって思ったけど、なんかオッチンも体力あんだね。なんか見るとどっち、なんか意外と体力減ってるもんな。悲しいぜこれは。よし、みんな、あー、まじまじ、いや、いい感じよ、いい感じよ。一緒に行こう一緒に行こう。はい、一緒に行こうか。よし、じゃあ、でも夜来ちゃうか、もうこれ。一旦帰る？え、そんなすぐ来る時間が。早すぎるって。もうちょっと探索したい。限界値を超えたい。限界を超えたい、俺は。頼む！こいつらをやっつけたいんだ！あそこになんか入り口みたいにあるよね。よし、とりあえずやつをやっつけようか。赤ピクミンで突っ、何、え、ここってあれやん。あれ、またこの石だ。あっちこっちにどうしてあるんでしょう。もしかして我々に見つけてもらうため、オリマさんが残したサイン、原生生物縄張りしてるんでしょうか。新たな拠点できれば段取りよく探索進めそうだ。邪魔なあいつをなんとかできねえか、任せろ。ほら、全部赤いやつで攻撃だ。で、オッチンファイヤー。よし、完璧では。さあ、拠点ができるようになった。英語なんで、映ってる。うわ、映そう映そう映そう。お、来た。映った映った映った。おー、めちゃめちゃ楽になった。やばいやばいやばい。めちゃくちゃ楽になった、これ。恐ろしいぐらい楽になったけど、大丈夫これ。よし、全部運んで。これ。あ、30あったら凍らすことができるって書いてる。大事だね、やっぱ運び切った。だいぶ楽になった、これ。すごい。
夕方なってきちゃったけど、だって夕方。うろろ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 ろ逆にね、逆に待って、敵結構いっぱいいるな、ここ。夕方だけどどうしよう、帰るか一回。いや、帰りたくない、まだ帰りたくない気分。夕方だけど、何このビームみたいな。これ黄色ピクミン、黄ピクミンがいないとダメなやつだ。やっぱ黄色ピクミンどっかに絶対おるって。ういー、よし、行くよ行くよ。俺怖いからピクミンに攻撃させたくないからね。えオッチンに全部やってもらおう。オッチンドーン、よし。なんだ、あ、もうこんな時間ですね。暗くなる前に帰りの準備始めるのもレスキュー活動に大事な仕事ですよっていう。帰れ言われた。はい、帰ります。公開日誌によるとピクミンの安全が保てる範囲はこれくらいです。夜は原生生物が凶暴になるそうだ。はぐれたピクミンがいれば今のうちに集めておいてくれ。わかった。ハリアップタイム来たー。もうすぐ日没、頑張りましょう。だってこのままだとみんなお亡くなり。怖っ。え、これマジでさ、やべえ、やっつけろ、頑張れ。よし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 、運べ、限界まで超え、限界を超えて運べ。え、そっちなのルート。大丈夫、こっちのルート大丈夫そう、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 大丈夫そうやけど。じゃあこれとこれ、はいはいはい、ラスト1個これ君が運んで。よし、どうやって帰る、大丈夫この道。で、時計があったとこか、ここ。おー、よし、みんなで帰ろう。おうちに帰ろう、帰ろうよ、ちったいも運ぼう、運ぼうよ。あ、みんないるー。よーきよ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 き。で、最後ちょっとあれピクミン増やしとこうかな。よし。え、何、もうそんな時間、もうそんな時間。あかあかあか、やめよ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 、もうみんな帰ろう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 。大丈夫、みんないる、帰る、帰りたい。ここで待っとくか、ここで。せっかくだ、せっかくカウントダウン、限界攻めるか。よしよし、早く早く早く持ってきて、入ってる。よーし、ゼロ。さあみんなで帰ろうよー。うわ、ここら辺の BGM はいつも一緒なんだ、ちょっと嬉しい。ねえ、帰宅オッチンはこっち、ピクミンはあっち。よし、お家に帰ろう。ニュルニュルドーンと。さあ1日終わりました。え1日長、1日地下も含めたら相当長くなりそうじゃない、これ。すごいぞこのゲーム。大丈夫か。まあ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 、いいでしょう多分。今日さ、いや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 、夜どうした、ビビはビビった、帰ってきたのかここに。あ、ここは安全地帯なんだ、原生生物いない地帯で。ビビったー。さあ、新しく救助した人、ラッセル、レスキュー隊員の隊員です。なんとか、これね、前回なんですよね、要は。ね、助けた人が。で、運命のディレクターだって、コンパス、そしてメモリアルブルー、青のね、あの絵の具、そして、こしりそっくり、桃です。美味しい。原生生物もたくさんやっつけました。ということで、241今日は集めましたね。調査率はまだ 13%。全然です。どうしましょう。フォーリドピクミン、これ以上増えないから困ったな、マジ。ラッセル、よくぞ無事でいてくれた。ぐくくくく、想定の範囲内だ。そのためつけた緊急脱出装置であるからな。ああ、なるほど。で、緊急脱出できたんだ、ちゃんと。こいつのおかげじゃん。ちゃんと使い方説明しておいてくれ。隊員たちとはぐれたぜ。だいたい脱出装置と言うならもっと安全でいいだな。ラッセルさん、こんな石ころ見かけませんでした？降臨しよう。普通に調査済みだ。熱を与えると変形が良い。どんな形も姿を変えるんだ。その後受けた刺激の手で多様な特性を獲得する。万能次第。どういうことですか、全然わかんないです。はい。要するに集めれば集めるほど探索が楽になるんだ。オッケー。ビーグル号に
回収すると同時に利用できるよう、ね、まさに立体プリンターを改造してるんだ。あ、開発建築、何建築開発って、結構集めてきたよ。材料工学の専門家がいて助かりましたよ。明日からきっとレスキューがはかどりそうですねっていう。え、すげえ楽しみ。引き続きねえ捜索お願いします。だって科学者ラッセル、めちゃくちゃ来たね。いろんな人が。ピン止め気づきましたか。今みたいにミッションを選んで A を押すとピンのマークをつけたり外したりできる。進み具合知りたいならミッションピン止めするといいですよっていう。へえ。ピン止め、ピン止め、ピン止め、ピン止め。で、まあ何でもいいか。何でもいいか、ぶっちゃけ。これは、オリマーにしとこうかな、オリマー。はい。さあ、2日目を終えて。え、3日目始まった。みなわよー。おはようございまーす。おっち、でかがってないか？おい、でかいな、だいぶ。どんどん成長していってくれ、そのまま。わからんけど。あんまりでもらった。あれ、オッチ大きくなってます。やっぱでかなってるよね、でかなってるよね。やっぱ見た、俺の目の錯覚かと思ったら、これが宇宙犬というものだ。一人前になった証だな。だんだん大きくなると、え、乗れるようになってる。え、かわよー。ピクミンがじゃれてます。一人前になったオッチにピクミンも気を許してるようだ。前まで子供だったんだね。仲良くなってよかったです。一人前だった宇宙犬は遭難者を救助するとやる気が高まり、訓練すればレスキュー活動に役立つ新たなスキルを習得できる。助ければ助けるほど覚えるんだ。オッチもやる気がみなぎってるぞー。すげえ、レスキュー犬だこれは。いつもの配置だ。何、いつもの配置って。アイコピー。あ、俺もやってるちゃんとアイコピー。作戦回避だ。早速だからラッセル、ビーグル号の改造はどうだ。シェパード氏、問題ない。改造は終えてる。え、もう改造終わったん。ビーグル号に改造した資材を万能な粘土に加工する機能をつけた。これさえあれば出先の建築も可能だ。じゃああの橋かけれんのかな。何を建築するかわからんか、やってよくやってくれた。いいね。さらにさらに我の元に資材を持ってくれば装備アイテム開発してやろう。装備も作ってくれんの。レスキュー活動に生かしてくれたまえ。めっちゃ万能やあれ。資材も回収した方が良さそうですね。もちろん隊員の捜索も忘れないように。だいたらオッチに頼んだ。クレについて話あるから私のとこ来るように。長いなこれ。結構行きましょうか。まだあるんだね。アイコピー体験版。本当に俺ずっとびっくりしてるけど。じゃあ資材持ってきたまえ。さて挨拶しておこう。我こそはレスキュー隊の頭脳をラッセル。お主を持ち込む資材と我の用意した 部材、ね、装備アイテム作ろうぜ。いや開発してもらいましょう。何作ってもらう。常にパーフェクトな完成度を誇る。日々作り続けているからだ。資材を我に渡し装備を作らせよ。ね、尽きることがあるが翌日まで開発はできん。はい、わかった。ほう。なんかいろいろサイドミッションとかもあるんだって。え、オッチン、オッチンの凍らないようにするアイテム。サーモ。ね、俺が凍らなくなる。突撃は、これ絶対いる。欲しい。突撃ってしたい。アイテムもある。ね、オッチンが復活しまーす。ダウンした時復活しまーす。だって大丈夫、いらないっす。突撃 V の使い方レクチューしやろう。突撃できるんだ。すげえ。一回で選んでるピクミンをオッチン連打で全、ね、舞台を一斉突撃。運搬使えば段取りが良くなる。いや、突撃マジで突撃っていう。めちゃくちゃいい、これ。めちゃくちゃいい。レスキュー訓練。レスキュー訓練だ。訓練って言って何？訓練させてください。お願いします。それではレスキュー訓練を始める。何？オッチのスキルを習得しろだって。勘弁してくれよ。ねえ、でもレスキュー隊の訓練過程だ。オッチがあればスキルを覚えれるだろう。え、でもこれ、体験版でやるのもほどほどにしときたいな。製品版でもう一回俺やり直すからさ。なんで、ある、何個かだけやっとこうぜ。ねえ、呼び寄せるとかできるの？ねえ、拠点に向かってとかできるの？おー、向かったり遠くから呼び出せる。めっちゃ強そう。力貯めるのを短くする。これ強いな。ねえ、噛みつき。噛みつくの？ちょっと待って、噛みつきやばいだろ。ピクミンの5匹分になる。やばいな、それも。噛みつき欲しい。
スキル習得。ああ、こうやって覚えるんだ。噛みつきとかって。なるほどね。ねえ、やる気が足りないだって。回復する。やる気が足りませんだって。まあいいや、噛みつき覚えた、ついに。ね、なるほど。あ、なんか訓練ってなんかこういう、あれなんだね。こっちにあげてくれって。待って、そういえばアイテム使い方教えてませんね。教えて。わいわい長押しからカバンを開いて、そこからアイテムが入ってますから使いたいものは渡してくださいっていう。オッケーオッケー。全完全完璧チュートリアルね。あってー、ご飯の時間よ。体力、体力あれやけど、バラン取ってこーい。うまいかー。よし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 、今日も可愛いな。おっちおっちんは大きいな。このまま大きくなれよ。ほんとでか、でかピクミンになるよ、でかピクミンにな。ほんと。よし。じゃあみんなとりあえず、今日ここまでにしとこうかな、思います。はい。体験版だよねっていう話を100回ぐらいやってるんですけど、本当に体験版ですね、これ。はい。頑張ります。ということで、次回、皆様、続きからまたやりましょうか。そう、次で、おそらく一気に進むと思いますので、ねえ、本当かどうかはわかんないですけど、お楽しみに。え、絶対黄色ピクミンいると思うので、黄色ピクミンゲットして、そしたらお宝がね、多分一気に1、2、3個ぐらい一気にゲットできるので、それゲットして、で、一気に一気に、ね、キラキラパワー集めていきましょう。はい。それでは、チャンネル登録した方、チャンネル登録、高評価よろしく、製品版出てからもよろしく。また次の動画でお会いしましょう。あつぱや。